話さない？ねえ。いいぞ。やるな。いいぞ。嬉
一緒に行くよ。いいぞ。やるな。最高だ。はい、わかりました。一緒に行くよ。今のチャンスだよ。最高だ。うん、分かった。ここよ。
これで決める。Yeah!
やるな。いいぞ。うん、わかったわ。やるな。はい、わかりました。いいぞ。うん、わかった。回復するね。せっ、チャンスだよ。いけるわ。やるな。いいぞ。うん、わかった。やるな。うん、わかった。
了解です。分かった？これで決める。
ぞ。うん、分かった。いいぞ。チャンスだよ。分かったわ。一緒に行くよ。回復します。やるな。
グッジョブ。やるな。最高だ。いいぞ。
いいぞ。うん、分かったわ。
一緒に行こうか。戦闘か、ナイス。戦闘開始だ。回復する。あとは任せてください。こんなもんですか。あとは任せる。了解した。ラジャー。はい。ナイス。こんなもんね。あじゃあ任せて。戦闘開始。戦闘開始だ。回復です。一緒に行こうか。はあ、回復するぜ。こんなもんかな。いらっしゃい。
また来てくれよ。プレミア、こんにちは。そういえばプレミアとは私の名前でした。ああ、呼ばれ慣れてないから反応しなかったのか。何しているんだ、散歩か？特に何も、ただ歩いていました。なんだ、やっぱり散歩じゃないか。ただ歩くことをそういうのですか？いや、目的を持った散歩もあるけどさ。やっほー、そこのお二人さん。ん？こんにちは。よ、リズにシリカにリーファー。プレミアとデートの途中だった？もしかして邪魔しちゃったかしら。あのな、ちょうど今見かけたから声をかけたところだったんだ。特にあてもなくブラブラしていたらしい。ねえ、プレミアちゃんの噂って聞いた？噂？プレイヤーたちの間で無駄なクエストを受けさせる使えない NPC だって言われているらしいの。ほら、この子のクエストってフィールドに出向いて護衛をした挙句にたったの1コロでしょ。まあ俺も割に合わないなとは思ったよ。そんな話が出回ってプレミアを連れ出す人はごくわずか。隠し要素でもあるんじゃないかと考えている人ぐらいしかクエストをやっていないんだって。ですけど、そんな人たちですら徐々に減り始めているらしくて、プレミアちゃん誰にもクエストを受けてもらえないまま街の中を歩き回っているんです。
クエストを受けてもらえないクエスト NPC。 じゃあ俺と会うまでも一人で街を歩き回っていたのか。そうだ、これからみんなでクエストをやってあげない？あ、それいいですね。キリトさん、どうですか？ああ、俺は構わないよ。ほんと、みんなプレミアのことを放っておけないんだから。ま、そういう私もなんだけどね。というわけで、君の行きたい場所に案内するよ。わかりました。へい、シータ、そっちはお願いね。もうこれで終わりよ。よし、全部片付けたかな。プレミア、怪我はないか？大丈夫です。これをほら、お礼よ。ああ、ありがとうな。よし、それじゃあ町に戻ろうか。みんな、お疲れ様。うん、お疲れ。プレミアちゃん、いつでも手伝ってあげるからね。そうそう、遠慮なく頼って。ありがとうございます。お礼されたわね、プレミアちゃん。どういたしまして、プレミア。リーファ、こんなところで寝るなよ。お前の寝つきの良さは全国大会レベルなんだから。そんな大会ないよ。そろそろいい時間ね。この辺りでお開きにする？ですね。私も向こうじゃ制服のままですし、着替えないと。この呼び出しは。ん？どうかした？ああ、みんなも知ってる人から連絡が来たんだ。知ってる人？外部スピーカーモードにするから待ってくれ。いや、セブン。うまくつながったわね。音質も問題なさそう。セブン？あら、その声はリズちゃん？他にシリカとリーファも一緒だよ。やっほー、みんな元気？うん、元気だよ。ブリブエーザ、セブンちゃん。いい発音よ。ところで、この音声チャットは何なの？こんな…いや、これはセブンが開発した外との通信が可能になるアプリだよ。開発初期段階だから制約は多いんだけどね。緊急時なんかに VR の中と外とで連絡が取れるようにって開発しているの。 SAO の時は現実とのやり取りなんてできなかったからな。そんな機能があの時使えていたら、事態はいろいろ変わっていたでしょうね。うん、 VR をより安全に楽しめるように頑張って開発を進めていかないとね。あ、そうだ、キナやユウちゃんたちをこのゲームに招待してくれてありがとう、セブンちゃん。まさかあんな早くユイたちを呼び出すプログラムを仕上げてくれるとは思わなかったよ。開発サイドにいるからこそできることだけどね。 ALO で歌姫として人気を集めたあんたがまさかこのゲームの開発に関わっているとは思わなかったわ。関わっているって言っても名前を貸しただけって感じで、実際にはこれといって何もさせてもらえてないのよ。まあでもそのおかげで高倍率のベータテストにみんなを招待できたわけだけど。
私たちのアバターを引き継ぎしてくれたのもセブンちゃんなんだよね。すごいなセブンちゃん。何をどうやったのか全然わからないけど。もっと褒めてもいいのよ。でも本人は研究が忙しくてゲームに参加できないなんて皮肉よね。そうなのよ、急な仕事が入っちゃったせいでね。結構引っ張りそうな仕事だけど、早く片付けてみんなと思いっきり遊んでやるわ。遅くても正式サービスまでには片付けてグラウンドクエスト開始に間に合わせないと。グラウンドクエスト？正式サービスに合わせて用意される大型イベントクエストってやつね。今回の舞台アイングラウンドに合わせたストーリーが展開されるのよ。あ、これオフレコ情報だったかも。あんたね、うかつすぎでしょ。まあしばらくすれば公開される話だし、みんなのこと信頼してるから平気よ。でも他の人たちには漏らさないでね。ああ、了解。グラウンドクエストか、楽しみだな。それでゲームの方はどうかしら。みんなのことだから攻略最前線で暴れているんじゃない。最前線を突っ走っているわけじゃないけど、たっぷりと楽しんでいるよ。ゲームに馴染んできたせいで日に日にログアウトする時間が遅くなってるのよね。私がアイングラウンドに降り立つ日までみんなしっかり鍛えておきなさいよ。このゲームってクローズドベータテストなのに、珍しく本サービスへのデータ引き継ぎはできるんだよな。ユーザーデータ管理のテストの一環なんですって。おかげでテスターの応募がむちゃくちゃな数だったそうよ。キャラを育てれば育てただけ正式サービスの時に有利になるわけだもんな。張り切りすぎてクエストとかやり尽くさないでよ。私もみんなと遊びたいんだから。注意しないと本当にコンプリートしちゃう人がいるからな。注意するよ。クエストといえば気になることが、あ、いや、でも言っていいのか。お？ちょっと何よ、言いかけてやめるのはずるい。プレミアちゃんのこと？セブンになら言ったって問題ないでしょ。そうだよな、ちゃんと話すよ。実は訳ありの NPC がいてさ、その NPC 本来あるべきキャラの設定が何もされていないんだ。 NPC の設定がされていない？どういうこと？ゆいちゃんが言うには NPC は通常性格や役割が設定されているらしいんだけど。それが全てデータのない初期状態ってことだったよね。ああ、設定が全部ヌルで名前すらないんだよ。それって本当に未設定ってことじゃない？なんでそんな NPC は稼働しちゃっているのかしら。考えられるとすればスタッフのミスとか？なくもないだろうけど、どうかしらね。なんでですか？うっかりミスというのはよくありそうな話ですけど。このゲームは SAO と同じカーディナルという機関プログラムで動いているの。カーディナルは人の手を必要としないよう設計されていて、エラーがあったとしても自己修復が行われるのよ。エラーを勝手に直しちゃうってことですか？そのはずなんだけど、実際にその NPC は設定のないまま動いちゃってるわけよね。となるとカーディナルがエラーとして認識していないってことか？何にせよ正常な NPC でないのは確かだし、運営が知ったら即刻削除されちゃうわよ。え？ちょっと待ってよ。
削除。やっぱりそうなるよな。問題が起きてからじゃ遅いからね。どうする？私から運営に連絡しておいてもいいけど。そんな。それはあまりにもかわいそうだ。だからもうちょっと様子を見させてほしい。そんな感じ？ん？しょうがないわね。優しいみんなに免じて、このことは他言しないでおいてあげる。はあ、ありがとう、セブンちゃん。セブンだって優しいじゃないか。ちょっと知らなかったの？私は女神のような心の持ち主よ。とはいえ、異常なキャラが動いてしまっているのは事実だし、おかしなことが起きないように注意してね。さてと、もっと話をしていたいけど、そろそろ仕事に行かないと。今からお仕事なの？だってこっちはアメリカだもの。これから一日が始まるのよ。そっか、時差があるんだった。またいつでも連絡くれよな。ゲームで待ってるわよ。仕事頑張ってね、セブンちゃん。またね。バイバイ。うん、それじゃあね。ダスピターニャ。セブンちゃん、忙しそうですね。急なお仕事って何なんだろう。やっぱこのゲームと関係しているのかな。そういえば飛び込んできた仕事が何なのか聞いてなかったな。もしかしたら私たちに協力できることがあるかもしれないし、今度は聞いてみましょうか。そうですね。それにしてもプレミアちゃんが削除されるって聞いた時ドキッとしちゃった。運営側としては当然の話だよ。不具合である可能性が高いんだからな。このままおかしなことが起きないといいんだけど。なぜプレミアに設定がないのかが分かれば何か手を打つことができるかもしれないんだけどな。今は私たちで守ってあげましょう。そうね、やれることといったらそれくらい。Thank you.
っしゃい。またのご来店お待ちしてます。どうも。
来た来た、ここだよ。よ、アスナ、お待たせ。悪いな、付き合ってもらっちゃって。大丈夫だよ、期間限定クエストをどうしてもやりたいっていう君のためだもん。その代わり、私がやりたいクエストがあったら手伝ってもらうね。必ず付き合うよ、任せてくれ。さてと、クエスト期間終了まであと1時間くらいか。十分間に合うな。ああ、キリト君。ん？どうした？あのね、お客さんが来ているんだけど。お客さん？こんにちは。よう、プレミアか。ここにいたら訪ねてきたの。何も言わないんだけど、君のことを探していたんだと思う。俺を？ひょっとするとプレミアちゃん、自分のクエストをやってもらいたいのかも。けどそっちを手伝ったら、君が行きたかった期間限定クエストは完全に間に合わなくなっちゃうよね。期間限定クエストの報酬ってベータテスターだけがもらえるレアな装備アイテムなんだよな。アスナ、急な話で悪いんだけど。わかってるよ、期間限定クエストじゃなくてプレミアのクエストをやりたいでしょ。まあそうかな。ねえ、聞いていい？なんでプレミアちゃんのクエストを選んだの？それはせっかくこうして訪ねてきてくれたわけだし。君ってやっぱり変わってるね。そんなところが私は好きなんだけど。アスナ。もちろんオッケーだよ、一緒にクエストを手伝ってあげよう。プレミアちゃん、お待たせ。今日は私たち3人でお出かけしましょう。はい、わかりました。それじゃあよろしくね。ありがとう、アスナ。私だってプレミアちゃんを放っておきたくないもの。さあ行きましょうか。じゃあ君の行きたい場所へ案内するよ。はい、お願いします。ねえ、プレミアちゃんって今まで何回くらいこのクエストをやったんだろうね。プレミアの話題性とベータテスターの参加人数から考えて、だいたい100回くらいじゃないか。いや、100?それってかなりの回数だよね。正式サービスになったら桁が3つくらい変わるぞ。大変だね、あんなに体が細いのに。まあ実際 VR では肉体疲労はないんだけど、そもそも NPC に疲労のステータスがあるのかも謎だし。プレイヤーの場合、精神的な疲れはあるよね。あとお腹空いたりとか。プレミアちゃんってお腹空くのかな。腹が空くか。何？こっちをじーっと見て。いや、そういえば何も食べずに来たから俺の腹が空いちゃったなって。それにアスナと出かけるとつい弁当を期待しちゃうし。何よそれ、私のせいでお腹が空いたみたいじゃない。と言いつつもちゃんとお弁当を持ってきていたりして。おお、ナイスアスナ。それじゃクエストを終わらせる前にお弁当の時間にしよっかね。えプレミアちゃん。はい。お弁当を食べようと思うんだけど、どうかな。お腹空いてる？お腹ですか？空いています、それもかなり。本当に？空腹のステータスはあるのか？よくわかりませんが、
美味しいものを食べたいという欲望だけは理解しています。そうか。まあ主張があるのはいいことだよ。うん。でも考えてみればプレミアが自分で金を払って食事ができるとも思えないしな。確かに。ならみんなでお弁当を食べよう。どこかの誰かさんが大食いだからいっぱいあるんだ。俺しかいないよな、この状況だと。みんなとは私も入っているのでしょうか。うん、もちろん。一緒に食べようね。それではいただきます。うん、うまい。本当？このゲームに来てから料理スキルを上げ直し中だからスタンダードなサンドイッチしかないけど。いやいや、ここはバカ。もう食べながら喋らないの。でも気に入ってもらえてよかった。プレミアちゃんはどう？お口に合うかな？ほら、真似しちゃったじゃない。俺？プレミアちゃん、お口に物が入っているときは喋っちゃダメよ。特に美味しいです。よかった。どんどん食べていいからね。はい、どんどん食べます。私の欲望が満たされていきます。喜んでくれてるみたいだからよかったのかしら。プレミアにとっては初めての食事だったのかもな。それにしてもご飯はうまいし、空はスカッと晴れてて最高だな。今度ゆいちゃんを連れてピクニックしようか。いいな、賛成だよ。ゆいは俺に似てピクニックが大好きだからな。ピクニック？あ、もしかしてピクニック知らない？こうやって天気のいい日に外に出て草原なんかでお弁当を食べたりするんだよ。それがピクニック。今度みんなでちゃんとしたピクニックをしようよ。もちろんプレミアちゃんも一緒にね。はい、私も一緒です。ごちそうさま。私も食事を終了しました。とてもふわふわでした。お腹もふわふわになりました。お粗末様でした。なあ、二人ともついでだからちょっと寄り道でもしていかないか。寄り道？プレミアもたまにはいつもと違う道を歩いてみたいかなって思ってさ。他の人と出かけるときはそんなことはしなかったか？はい、皆さんは真っ先に目的地を目指していましたので。だったらこれがプレミアにとって初体験ってことになるな。寄り道っていうのはいろんな発見があって面白いんだぜ。絶好の昼寝の場所を見つけたり、思いがけないレアアイテムを見つけたりするからでしょ。そうそう。って何か毒を含んでないか。わかりました、寄り道しましょう。よし、決まり。あちこち見て回ろう。水面に反射して光っています。それは綺麗って言うんだよ。なるほど、太陽の光が水面に反射して光っています。気に入ってくれたみたいだね。
こっちに来て。綺麗なお花がたくさん咲いてるよ。二人とも楽しそうだな。よかった。なあ、もうちょっと進んでみようか。オッケー。行こう、プレミアちゃん。どうしたの？何か面白いものでもあった？なあ、洞窟の入り口を見ているのか。洞窟があったんだ。でもここはそんなに見どころのない洞窟でな。アイテムはすでに取り尽くされてる。もう探索済みなんだね。さすがというか、なんというか。しかしここに目をつけるとはなかなか悪くないぞ、プレミア。まったく、なんで嬉しそうかな。変なとこにないといいんだけど。変って失礼なこと言うなよ。これはプレミアの社会科見学なんだから。はいはい。よし、それじゃああの洞窟を探索だ。二人ともここを滑るから気をつけてな。わかります。もろにケツじゃなくて尻から落ちたな。ほら捕まって。足が滑りました。気をつけて歩かないと。洞窟ってこうして湿ったところも多いから。気をつけます。ほら、こっちの方は平らで湿ってないよ。なるほど、こっちなら安全です。でも本当、この洞窟って何にもない。なんで転んだの？そのあたりは転ぶ要素ゼロだろ。足を滑らせる罠があったようです。まあそういうことにしておこう。もう転ばないように気をつけてな。といっても、そこを曲がったら行き止まりで、光だけっていう食材アイテムがあるだけだけど。じゃあこの洞窟の探索はここでゴールだね。って、あれ、まだ、あ、そんなはず。本当だ、道ができてる。場所を間違えてるとかじゃなくて？いや、間違えてないよ。さっきの滑る足場だってしっかり覚えてる。なんでマップが変わっているんだ？ねえ見て、壁がスライドしてこの通路が見えるようになったみたい。何かしらの条件が満たされて隠し通路が開いたとか、そういうこと？何かの条件って、もしかしてプレミアがこけた時に何かスイッチを押したとか？あんまりいじめないの。いや、割と本気だったんだけど。それは考えすぎだったか。先に進めばわかるかもしれない。行ってみよう。ここで行き止まりだな。あそこ見て、石祀られているように見えるの。なんだろう、イベントが起きそうな雰囲気だけど。
なんだ、プレミア、どうした？見て、石が光ってる。これはプレミアちゃんに反応しているの？わからない、石を渡してみよう。綺麗です。やっぱりプレミアちゃんに反応してる。ねえ、これってやっぱり、ああ、これが本当のプレミアのクエストなんだ。こんな何もない洞窟にプレミアちゃんのクエストがあったなんて。目的なく歩き回ってこの洞窟にヒントなく入るなんて誰もたどり着けたもんじゃないぞ。そうだね、君の優しさがあったから見つけられたんだよ。そんなことないよ、アスナもプレミアのクエストをやることにオッケーしてくれたからさ。ううん、君のおかげだよ。いや、アスナさ。ううん、キリ、アスナ、キリト君。すみません、お忙しいですか？ごめん、何かな。これ私が預かっていいのでしょうか？ああ、多分君にゆかりのあるものだから持ってていいと思うよ。わかりました、持ってます。やっぱりクエストのキーアイテムっぽいね。ねえ、このクエストって今の石を取って終わりじゃないよね？そうだな、これで終わりじゃなく、むしろこれから始まるんだ。プレミアの本当のクエスト？ああ、状況からして間違いないだろうな。洞窟の隠し部屋と光る石ね。今までのイチコロをもらうものとは全然違う内容ですね。この情報って他では聞いたことないわよね。でもそうなると今までのクエストって何だったんだろう？それはユイが調べてくれたよ。はい、今までプレミアさんに発生していたクエストはダミークエストです。ダミークエスト？クエストが発生する NPC はクエストデータに参照するための番号を所持しています。ですがプレミアさんは設定が全て初期状態、ヌルで埋められていました。ヌルは数値として置き換えられるとゼロとして扱われます。そのためずっとゼロ番のクエストを呼び続けていたんです。そのゼロ番のクエストっていうのが1コロをもらうというクエストだったんだよ。あのクエストの内容から制作者が仮で作成したクエストだろうと推測されます。ゲームを作るときって細部を詰める前にひとまず仮データを入れておくことがよくあるんだよ。それでダミークエストですか。なるほど。ですがプレミアさんが本来のクエストポイントに行ったことで参照番号が上書きされたんです。簡単に言うと達成していたクエストが本筋に戻ったということですね。すっごい偶然だよね。何のヒントもないのに本来のクエストの場所を見つけるなんて。腹ペコの人がお弁当を食べたいって言い出したことでクエスト発見につながったっていうのがあれだけど。まあ結果オーライ。それでプレミアちゃんの本当のクエストってどんなものなの？それはまだどんなものかよく分かっていなくて。あくまで正常に動いたのはクエストだけで、プレミアは今まで通りだからさ。今のところ手がかりは光る石だけなの。そうなると次のクエストを探し出すのが大変そうだね。問題ねえって。ヒントがやたら出まくるゲームより楽しめるじゃねえか。光る石か。まずはそれに関連してそうな言い伝えなんかを調べてみるのが鉄板だな。よし、
その本当のクエってのをクリアしてあげようぜ。賛成。もしかしたらプレミアちゃんがどこの誰なのかわかるかもしれないよね。キャラ的に酒場の看板娘って線はなさそうね。意外と優秀な女性衛兵長とか。このアイングラウンドのお姫様だったり。うんうん、こうやって予想を立てながら話を進めていくのって楽しいわよね。進めよう、プレミアちゃんのクエストを。あ、こあそこにいるのリーファたちだな。なるほど、 SAO の第一走はそんな風になってたんだ。私たちは見ることができなかったものね。今回の舞台は浮遊場ではないので、フィールドの端という概念もないんです。その気になればどこまでも歩いていけるね。いや、みんな揃って散歩か。ヤッホー、キリト。散歩っていうか、ユイちゃんに SAO の話を聞いていたんだ。オリジンと SAO のフィールドの違いを説明していました。 SAO にはなかったはずの風景がここでは広がっているのよね。この始まりの街も SAO では一層の外周に沿う形で配置されていたんだ。町の端まで行くと、その先は断崖絶壁だったんだぜ。宙に浮いていたんだものね。高所恐怖症の人はたまらなかったんじゃない？そりゃ外周部から下を覗けば怖いだろうけど、フィールドに出れば宙にいるなんて実感できない光景が広がっているからな。でもこうして SAO と違う場所をいくつも見ると、少しホッとすることもあるよね。それはわかる。ここはデスゲームじゃないって安心する。まさにそれが狙いだったらしいな。どういうこと？このゲームって SAO のデータを移植して使っているだろ。でも本当のところは世間の注目を集めるのが目的だろうって。どこの注目か。お客さんを集めたかったってことだよね。とはいえ、まんま SAO を作っちゃうと批判が殺到するし、世間への配慮にも欠けている。だから大地を舞台にしたんだ。それだけで批判がなくなるとは思えないけど、注目を集めるという点では大成功でしょうね。舞台が浮遊場じゃなくてもみんなの注目の的なんだね。ところがどっこい、実のところ SAO のアインクラッドも元と言っても、あくまでそういう世界設定があるってことなんだけど。それは初耳。どんな設定だったの？大昔、生体樹と呼ばれる2本の巨木があって、それ生体樹のおかげで
世界は平穏を保っていたけど、ある時エルフ族同士による争いごと、そこで二人の巫女は事態を収めるために聖大樹に祈りを捧げて大地を空へと切り離したんだ。簡単に説明しちゃったけど、これが大地切断と言われる浮遊城アインクラッド誕生までの設定だよ。大地切断、ゲームの中の話なのに深い設定が考えられているんだね。うんうん、本当に起きた話みたいに聞いちゃってた。このゲームのタイトルってソードアートオリジンって言うだろ。オリジン、発端や起源って意味よね。本当はフルダイブ技術の発端という意味らしいけど、今の話を聞いた後ならマップが大地に広がっているのはアインクラッドの起源とも読み取れるわけね。でもまあ、あくまで大地切断は SAO の話だから、このゲームにはこのゲームの設定があるんじゃないかな。前にセブンが言っていたけど、正式サービス時にはそれはこのゲームの舞台にちなんだ話みたいだから、どんな世界観が設定されているのか。あ、ちなみにグランドクエストのことは俺ら以外にはオフレコで。世界設定、いいねいいね、僕結構そういう話好きなんだ。きっと壮大なんだろうね、グラウンドクエストなんていう名前なくらいだし。グラウンドクエストが待ち遠しいですね。ああ、公開されたらみんなで攻略しよう。アインクラッドの起源か。あのメッセージになぜアインクラッドの名前が出てきたんだろう。そして C という送信者、メッセージに込められた真意がわからないことにはみんなに話すのはためらわれるな。